米国のアイクビエメルム -118AP スキーパーの発射実験により、クエゼリン干渉に落下する再突入体マーブは、一つの弾道ミサイルに複数の弾頭を装備しそれぞれが違う目標に攻撃ができる弾道ミサイルの弾頭搭載方式である。マーブの弾頭は、PBV と呼ばれる小型ロケットのようなものに搭載され、 そこから再突入隊に搭載された弾頭を一発ずつ、速度と方向を微妙にずらして切り離すことで軌道が変わり、弾頭ごとに別の目標に向かって飛翔する。PBV から RV が一発ずつ切り離されていく、様がバスから乗客が降りていくように見えることから、PBV はバスとも呼ばれる。これにより、一機のミサイルで複数の目標を攻撃、可能であり、 核ミサイルの配備数を増やさずに核攻撃力を増大させることができる画期的手段とされた。ただし弾道ミサイルはブーストフェーズが終了するとあとは放物線を描くように惰性で飛翔するという性質上、また PBV に搭載されるロケットエンジンは小型で燃料搭載量も少ないためあまり離れたあるいは打ち上げ時の放物線の軌道の 延長線上から大幅に逸れる目標を同時に狙うことはできない。また噴射制御の精度の問題からマーブ化された弾頭のセップは拡大するため、単弾頭型のものに比べると命中精度が低下する。そのため、直撃もしくは極力それに近い着弾を必要とする目標、特に降下された軍事目標の攻撃には不向きとされていた。マーブを導入するには、 小型核弾頭の開発技術が必要で21世紀初頭現在マーブ化された弾道ミサイルを配備している国はアメリカ、ロシア、フランス、イギリス、中華人民共和国のみである。アメリカにおいては1986年に実戦配備され2005年に廃棄が完了したアイクビエメルム -118 ピースキーパーにおいては10個の 核弾頭が搭載されていた。フランスは潜水艦発射弾道ミサイルである MSBSM-4 でマーブ化に成功し、1985年から配備を開始した。これは6機の弾頭を搭載した。イギリスはマーブ化された SLBM であるトライデント2をアメリカ合衆国から導入し、これに自国製核弾頭を装備しているが、PBV は米国製である。 中国人民解放軍第二砲兵部隊では1970年代初期からマーブを研究開発している。DF-21 は80年代後半から配備が進んでいる中距離弾道ミサイルで2002年にこのミサイルのマーブ化の実験に成功している。さらに大陸間弾道弾 DF-31 の射程延長型 DF-31A では 弾頭もマーブ化された。弾頭は3機、核 150KT である。アメリカ国防総省の中国の軍事力2008によると DF-31A はすでに実戦配備されているとのことである。マーブの弾道起動イメージ A、第1弾ロケット B、第2弾ロケット C、第3弾ロケット D、マーブ集合体 E、フェアリング1。 発射に、第1弾ロケットとフェアリングの切り離し3、第2弾ロケットの切り離し4、第3弾ロケットの切り離し5、飛行経路を最終調整6、弾頭の切り離し7、弾頭は、それぞれの目標に向かう8、着弾これは後に、技術の向上により克服されてゆき、多弾頭型であっても単弾頭型と同等、あるいはそれ以上の命中精度を持つミサイルも、実用化されている。 ありがとうございます。